清水東高校キャプテンの曽根義久です。僕たち清水東は、考える力に、長けているんで、試合中はより賢くプレーして、勝利をつかめるようにしたいです。僕たち清水東は、新人戦は、県大会に出れないという不甲斐ない結果で、終わってしまったんで、次の、インターハイでは、全国大会に行けるように頑張っていきたいと思います。